私が SDGs につながることで普段からやっているのがこれです麦茶ですさらにこの自分で作った麦茶をこのようにマイボトルに移し替えることで会社などにも持っていくことができます何よりも自分で作った麦茶は美味しいですしズボラな私でももう吸い出すいと こういう麦茶パックさえあればできるので環境資源のために続けられるということもありがたいです。